スポーン、ポーン。はい、武田さん。はい、立花さん。ご無沙汰しております。ああ、ご無沙汰でございます、本当に。どんぐらいですか？いや、もう、2ヶ月ぶり。最近、2ヶ月に1回みたいな。なってますね。周期になってますね。まあ、配信のね、はい、なんか、うん、速度もね適当ですしね。いやいやいや、それぐらいがやっぱ一番心地いいわけですよ。やっぱり2人の距離感。いやいや、ご覧になってる方もね、はい、やっぱそんないいと。そんなにはいいよと。見たくないぞというね、うん、再生回数が物語ってるじゃないですか。もうね、素晴らしいこの加速度的にこう増えていくね、こう緩やかな、こう、知ってますか YouTube。 え、登録のあれですよ、 YouTuber としてのお金を払うよっていうパートナープログラムっていうのがあるんですけど、ああ、その YouTube からお金がこう入ってくる。それがね、はい、きつくなったんですよ。きつくなった。そうです。あ、 YouTuber が増えすぎてちょっとふるいにかけようと。まあまあ、そんなもあるかもしれないですけどね。あと、なんかあれらしいですよ、死体を映すやつとか。あ、なんかいましたね、外国の人で。なんでそんなすんねんみたいな。ああいうので、ちょっとスポンサーが難色を、 YouTube のスポンサーが難色を示したりとか、そんなもあるみたいで。で、だからそのちょっとちゃんと規制しようと、定期的にちゃんと視聴数の多い動画、でコンスタントに、いきなりなんかいきなりドンっていくんじゃなくて、コンスタントにちゃんと、人が見る動画を、もう一発屋はもうダメだっていうことですね。そう、 そう、 そう、 そう。配信できて、しかもチャンネル登録者数も1000人。ほうほうほう、1000人ってもう相当ですよ。相当ですよ。チャンネル登録者数がもう言われへんわ。1000人以上じゃないとお金をもらえない。そう、12ヶ月で4000時間再生時間が再生されてて。おお、4000時間、うん、はあ、その全部の動画で、ね、はいはい、でプラス視聴、そのチャンネル登録が1000人以上、1000人以上超えてないともうお金は払いません。だいぶきつなりましたね。2月ぐらいから。今までは、結構誰にでもやった。今までは多少田島さんにもこう、そば一杯ぐらいは食べられるぐらいのあったでしょ。いや、なかったです。あ、なかったんですか。なかったです。何にもなかったです。あ、全くなかった。全くなかったです。なかったんですね。あ、ご存知ですか、うちの再生回数とか。あ、トータル、トータルというか、まあまあ、まあ、アベレージで、アベレージ、アベレージで出すとどうなんでしょう。シングルですか。2桁。そう、2桁ですよね。2桁ですか。2桁の最初の方ですからね。ああ、そうですか。そうですよ。だから別に、なんか、何も変わりません。ああ、我々的には、何も変わらない。我々的には何も変わらないですけど、ね。ああ、そうか。うん、じゃあ、厳しくなったんですね。だから、厳しくなったらしいんで。うん、とりあえず、じゃあ、まあ、登録者数ですか、うん、1000人を目指そうという、我々の。うん、そうです。うん、ね、目標がまたできたわけですね。前向きですね。さすがです。で、年間で4000時間ですか。4000時間、再生を。4000時間。そうですよ。今の2ヶ月に1回のペースでやって、だらだらやってる分には無理ですよね。はあ、まあ相当なんか引きのある。そうです。だからもうガチ勢しかお金を払わないぞと。ああ、そうですか。なるほど。ちょっと厳しいな。うん。冷やかしで寄ってこられても、あ、こっちは受け付けないぜみたいな。じゃあそれこそちょっとクリエイターね、気質のある、ちょっとおもろいやつじゃないとダメってことですね。そうですね。あ、厳しめ。顔が厳しめですけど。だからまあ、はい、変わらず。いや、でもね、意味なくやっていきましょう今回。はい、私いろんなものを持ってましてね。何すかそれは。これちょっとご覧いただけますか。ドゥン。何すかその髪。この髪、もう YouTuber じゃないですか。これ、この絵面 YouTuber じゃないですか。 YouTuber です。こんなんよく見ますね。これね、はい、実はテーマトークのようなね、あー、テーマが書かれているわけですよ。あ、そうです。まあまあ、僕らが書いたんですけども。そうですね。お互いに書き合ったんですけども ね。あ、お互いのやつは知らないです、ね、知らないです、うん、まあ、4枚ずつ、計8枚あるわけなんですけども、うん、
これを弾いて、うん、そのことについて話そうと。だからなんか用意してきたものじゃないよと。だからよりクオリティが下がる可能性ある。それは否めないですけど、うん、うん、どうですか、誰が考えたんですかこんな企画。立花さんでしょ。立花さんでしょこれ、はい、これだから、うん、次の動画からですね。あ、次の動画から一枚ずつ弾いていくわけですね。あ、そうですか。いやいや、今回は YouTube の、そう、これオープニングです。あ、そうですか。オープニング、もう続けた方がいい、いや、これだけでも再生回数稼いでね。ちょっとでもこう、ダメだ、そういう魂胆は。弾きましょう、じゃあ。弾きましょう。はい。じゃあこれ。よいしょ。弾きましたよ。弾きますよ。うん。広げます。はい。じゃじゃん。うん。休日。うわぁ、なんだこれ。あ、そういうことですか、テーマって。休日。休日。ほう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 。あ、休日ね。休日何されてるんですか。おお、出ましたね。いきなり降ってきますね、これ。やつですよ。休日ね。まあ、最近ね、ほんと休日に何をするかっていうのがね、はい、探すのが大変ですよ。ほう。ね、なんでかっていうと、はあ、やっぱ子供がね、今3歳、いるんですよ、うん、実はね。実はね、知ってます。もう3歳か、いや、初めて見る人のためにこう喋ってますから。あ、そうですか。今日はもう、一元さん、いらっしゃい。いらっしゃいですから。いやいや、そのね、子供がどう楽しむかみたいなところはなってるんで、うん、もう自分たちの楽しいことって、まあ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 。子供中心の。そうなんですよ。なるほど。うん、だから、うん、僕はあのね、この4枚のうちの1つに書いた1つがあったんですけどね、うん、もうその話みたいな感じですよ。じゃあ、まあそれ、次引いたとしたら、もう一回その話する。そうなんですよ。まあいいや。まあそれ置いてみますか。話しましょう。あ、はい、まあまあ、もう思いついたこと喋ってください。それでその書いたやつがね、うん、新しい趣味っていうのを1枚書いたんですよ。言っちゃうんだよ。そうそうそう。それ言っちゃうんだよ、ね。言っちゃう。だからもう僕のターンみたいな感じになりましたけど。まあ、でもいいですけど。新しい趣味がないなと。趣味がないんですよね。趣味ないんですか。休日趣味あります？休日ですか。うん、でも僕だからゲームとモンハンしたりとか。うわ。ゲーム大好きですからね。最近読んだ漫画でね。うん、なんかオタクは恋できないみたいな。そういう漫画今流行ってるの知ってます？知りません。なんすか。なんか。オタク同士がこう恋人になるんですけど、うん、やっぱ、趣味がね、うん、結構ぶっ飛んでるんでね、うん、ずっと二人で、まあ、モンハンとかしてるわけですよ、うんうん、でなかなか恋なのかこれはゲーム友達なのかみたいなそういう話なんですけど、あ、そうなっちゃいますよねやっぱね。なっちゃいますよ、ね、うん、そうなっちゃいがちじゃないですか。休日大丈夫ですか。あ、お出かけもしますけど。あ、お出かけもできる。お出かけもできるんですか。お出かけもしちゃうよ、ね。あ、そうですか。え、本当の休みですよ。本当の休み？うん、だから休みちゃんと取ったら、はい、休み取ろうとしたら多分、うん、だからなんかするから休み取るみたいになるんですよ。お、休日がこう定期的にやるわけじゃないんで。あ、それフリーランスの特権ですね。だから仕事をやろうと思ったらずっとやってしまうじゃないですか。おお。別になんか仕事ねえやって感じに、おうおうおう、やることねえやみたいな感じにはありがたいことにまあならないので、お、何かしらせなあかんなっていう意識があるんで、うんうんうん、この日は休もうと思わないと休みにならない。おうおう。だからなんか予定が決まってから休みを取るから、逆なんですね発想が、うん、我々はもう休みポーンって出るからそこでその休日を何しようって考えるんですけど、うん、そう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 、あと、そういうことですよね。あ、だから休日を探すのが大変なんですよ、何しようか。ああ、そういうことです、ね、うん、僕はだから何かをしたいから、じゃあこの日休日にしようから、それなんかちょっとあれ素敵な感じじゃないですかそれ。なんか働き方改革みたいな。働き方改革。なんか素敵な感じでしたよ今。俺はこれしたいから休みにするんだって。おっ、まあまあね、だからでもその代わりだから休みにしようと思って してても仕事がなんか結局そこまでずれ込んで、うん、厳しい難しいかもなみたいなこともありますよ。ほう、趣味のためにね。趣味のためにというか何かしようと思う。そういうことですよね。だからまあ旅行行こうと思って、ちょっとその日に旅行をするために休みを取る。ほう、そんな感じです。あ、なるほどね。じゃあもうなんか脳みそが違いますね。
そうですね、スタートが違うから、うん、だからこの日、うん、前もってこの日が休みだなんて決まってる日ないですもん。そうですよね、うん、だからその辺はやっぱすごいなと思いますね、立花さんね。すごくないっすよ。あ、すごくはないです、ね、すごくはないです。うん、すごくはないんですけど。すごくないです、全然すごくない。いやいやいや、いや、なんていうんですか、なんか考え方というか、はい、僕はその休んじゃうタイプなんで、サボっちゃうタイプなんですよ。あ、僕もサボっちゃうタイプです。だからそのご自宅でね、お仕事されてるじゃないですか、うん、はいはい、寝巻きのままやるもんなんですか、ちょっとやっぱ着替え、誰にも。あ、結構寝巻きのままやる。ああ、そこはできるタイプなんですね、はい、もう絶対着替えないと多分ずっとダラダラしちゃう感じです。あ、でもダラダラやってますけどね。あ、そうです。まあまあ寝巻きのままやりますよ。もう一日そのままの時とかありますもん、朝起きてから。ああ、でもまあやってるうちに頭切り替わっていくから。ああ、そうですか。あんまり気にならないけど。いや、まあ立花さんの仕事上絶対ね、うん、家でやらないといけないね、うん、デザイン業があると思うんですけど、僕なんかもう家でやってると、うん、おいろんな、ま、漫画読んじゃうから、すぐ漫画読んだり、ちょっとなんか気づいたら携帯でなんか10分20分遊んじゃうんで、うんうん、だからもう外出てやるんですよ。あ、はい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 、カフェとか。カフェで俺やってるぞ感を出すんです。やってるぞ感。俺仕事してるぞ感を出す。自分の中でね。そうです、そうです、うん、分かる分かる、うん、あ、それも分かる。あ、でもだから、うん、ちょっとした空いてる時間に、何やろ、外出て空いた時間に、あ、することないなと思って、っていうか、まあ、次の約束というかまで、うん、次の時間までちょっと時間空いてるなっていう時に喫茶店とか入るじゃないですか。で、手帳とか開けたらちょっと環境が違うから、ちょっといつもより頭がこうはっきりして、こうなんかいろんな整理ができる。あ、環境が違うからなんですね。僕の場合はもう目線が、周りの目線がやってるぞ感を出すことによる、なんか周りの目線が気になって、うん、結構やる気になるっていう。わかります。見られてないとできないタイプ。あ、そうそうそう。止めに見られてもできない。あ、全然もうそれ日常なんで、非日常を求めちゃうみたいなね。はい、そう。なるほどね。うん、で、なんかちょっと仕事してくるわ って外出たりするんですか。そうそう、ちょっとスタバで仕事してくるわっていう。わざわざスタバまで行く。ああ、なるほど。そう、そうですね。うん。だからあれ休日の話、あ、休日の話ですね。いや、だから休日のね、本当になんか新しいことを始めたいんですけど、うん、きっかけがね。だってもともと何が好きなんですか。そこなんですね。だってもうね、もう32でしょ。はい。そんな新しいものにね、どっぷりハマることってそんななかなかないですよ。ああ、そうか。じゃあ今までやってきて面白かったことをコン詰めてやると。なんか残ってると思いますけどね。なんか知らん間に絶対やってることとかが好きなことやと思うから、考えてることとか。知らん間にね。うん。はあ。何が、だから、まあ、あえて言うんやったら、あの、うん、お芝居見に行くぐらいですかね。あ、じゃあお芝居見に行ったらいいじゃん。やってるんですか、そんな。え？お芝居。いや、わかんないです。え、でも、ね、小劇場とかもそうやし、それこそこう、お芝居、いろんなお芝居あるじゃないですか。うん、大劇場のやつとか。おー。調べたら何ぼでも出てくる。あ、ね、宝塚とか言ってんじゃないですか。あ、宝塚、ね、平日もやってるやつ。だから見たことないタイプのお芝居を見るっていうのもありちゃうんですよ。おー、まあ確かに。なんか、一人で行きます？お芝居見に行くとき。まあ、時と場合によりますね。一人で行くとなんか、あ、そう、喋りたくないですか、終わった後。あれさ、うんうんうん、おあれっていう、うんうんうん、だから一人で行くのもなっていう。あ、そっか、お芝居ってなったら、うん、そうか、子供連れて行かれへん。そう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 、そこなんですよ。ややこしくなる。そこなんですよ。まあ、預けたらいい話だ。まあ、一人で行ってもいいんですけどね。うん、そこなんですよね。子供、あ、そうか、難しいな。でしょ。だからまあ自然となんかそう、いちご狩りとかね。そう、僕なんか前も喋ったかもしれないですけどね、僕が本当に楽しんでるのかっていう話でしょ。子供は多分楽しいと思いますけど、うん、っていう。え、子供を楽しませることが趣味にはならへん。ほう、なるほどね。あ、それ趣味いいですね。いちごを狩ることをメインにするんじゃなくて、楽
楽しそうにしてる子供を見るのが趣味みたいな。それにしますわ。いやいや、この間本当にあの嫁と2人の共通の趣味ってなんやろなって10分ぐらい2人で考えたんですよ。結果、焼肉やったんですよ。趣味じゃないやつ。それ以外なかったんですよね。あ、そうなんですね。うん、そうなんですよ。2人の共通の趣味、愛子っていう。あー、なるほど、子供ね。それいいんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。子はかすがいって言いますしね。ああ、それいいっすね。だから子供をどうしたら喜ぶかっていうことを、俺の提案と嫁の提案でこう戦わせて、いいんじゃないですか。ああ、なるほど。プレゼンしてどっちがいいってこう愛子に決めさせるっていう、喜んでる方をでウィンみたいな。ああ、それいいっすね。なんかおいい、いい、家庭も円満になるし、おいい、アイコもすぐすぐ今までなかった感じですよ、それ。おいいじゃないですか。いいですね。あ、ちょっと提案してみますね。はい、おなるほど。お悩み相談、解決しました。あ、僕のあ、そうですね、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。マキバです、ポンポン。